ちゃったね。僕らが知り合ったあの頃はネオンサインだってもう少し優しかった気がする。君も僕も日々だった魂の行き場を探してあてもなく歩き疲れたら一つの毛布の中友達が増えてゆくたびに夢が膨らんでゆく気がして、夜通し話し明かしても眠くなんてなかった。ピストルズの話をするとき君はいつも遠くを見ていた。行ったこともないあの国までまるで旅したように、僕たちみんなヒッピーだった。魂が泣きそうな夜は穴蔵のようなあの店で踊り明かしただけ。しないとあの子の笑いあった仲間も少しずつ欠けていったよね。仕方ないことだね。君のあの子は元気なのかい。君のあのギターは歌っているかい。またこんな風に会った時は昔話はよすね。君も僕もヒッピーだった。魂の行き場を探してあてもなく歩き疲れては一つの